矢野康則とラジオとなんですけど、どうも皆さんこんにちは、矢野康則でございます。矢野康則とラジオとなんですけど、第95回目やってまいりましょう。今日のオープニングテーマはですね、このことについて話します。先日ですね、私、今年このチャンネルで掲げております自主企画、最新曲を歌ってみたの最新号、11月号の収録をこの間やったんですね。で、今月はですね、ちょっと吸ったもんだがありまして、いつもとどうやら様子の違う動画になってしまったというのがあるんですよ。まあ一体どんな、内容になったのかって言いますのは、まあこのラジオの編集なんとか頑張って投稿したいんですけれども、それを踏まえて言いましょう。11月の20日日曜日午前10時にその全貌が明かされますので、気になった方はぜひそちらの動画まで足を運んでいただければなというふうに思います。もうたったこれだけ。今回ね、なんか本編の話が長くなりそうな気がする、はい、特にワンコーナーに関して言いそうなので、もうこのあたりでサクッとオープニングをおしまいにしてですね、もう早速メインコーナーの方に行きたいと思います。今日のお品書きは動画の進捗と今週の映画、新作の映画を一本レビューします。それではまた動画の進捗からどうぞ。早いね。矢野康則の弾き語り部屋、新着情報。動画の進捗やってまいりましょう。今日は11月の13日に投稿した楽曲の紹介です。この日に歌いましたのは私のオリジナル楽曲となりますアネモネでございます。このアネモネっていうのはお花の名前なんですね。で、私の楽曲ってちょくちょく花の名前がタイトルについたりします。例えば、ライラック、あとは月下光も花の名前だったかな。で、今回のアネモネなど、まあ、まだ、使っていないものも発表してないものもあるんですが、結構お花の名前使うんです。花好きなんですね私、実はこれで冗談抜きで結構ねお花見るの好きなんですよ。で、花の名前をねこのタイトルとかに使うようになった理由っていうか、いきさつがありまして、あの TikTok でね一時期花言葉をねいいねしてたの。そしたらおすすめで花言葉がいっぱい動画で出るようになったんですね。で、その中にあったのがこのアネモネの花言葉だったんです。じゃあこのアネモネ一体どんな花言葉なのかっていうと、まずねアネモネ、花の全体の花言葉っていうのと、それぞれの色で、花言葉っていうのがそれぞれついているんです。で、私が今回この歌詞を書くのに着想を得たアネモネの花言葉は全体を指す花言葉です。じゃあどんな言葉があるのかっていうと、儚い恋、恋の苦しみ、見放された、見捨てられたがアネモネ全体の花言葉なんです。で、今回のこのアネモネはもうまさしくここなんですよね。あの見捨てられた野郎が主人公の失恋ソングですね。私結構その失恋ソングっていうのを昔はよく作ってたんですけど、最近そういう風な歌、なんか失恋云々っていうのが全然思い浮かばなくて、結構逆に誰かを求めてるとか、もう誰かがいるっていう前提で、無夫婦な話を書くみたいな、ちょっと気持ちの悪い領域に足を踏み入れちゃってるわけさ。で、そんな中で、なんか、ただ自分ってもともと、その歌を作る時も結構暗い歌がやっぱり多かったので、やっぱいつか、君と一緒にいられてハッピー最高イエーイみたいなもんじゃなくて、なんか恋の終わりだったり、逆にその恋の終わりによって芽生えてきたこう黒い感情みたいなものを書きたいなと思っていたんですよ。で、その時にこのアネモネの花言葉を聞いて、ああ、じゃあ次作る時はアネモネっていうタイトルにしようっていうふうに決めてたわけ。一番最初にその思いついたのが、まあサビの部分なのね。まあもともとお付き合いをしてた人で、まあ別れることになったとした時に、自分の中で多分2つの思いが多分同時に芽生えるっていうふうに思ったの。で、それ一つはもう年齢も重ねて、もう理性が十分に働いてる大人な自分っていうものがいる。それと同時にもう自分の願望だけで突き進もうとする、まあ本当に自分勝手な人間が、まあ、出てきたわけだ。で、それがそれぞれのサビの1行目と2行目の歌詞に、まあ、出てきてるわけですよね。1行目では素敵な人生をどうか明日も過ごしていますようにっていう風に、
だから別れていても、その別れたことで、まあその人がよりいい人生を歩めるなら、別にその人の幸せになれればいいことじゃないですか。だから素敵な人生をどうか明日も過ごしていてほしいですね、とあなたにはっていう、まあこういう結果に私とはなったけれどもっていうふうな思いがあると同時に、自分のことをやっぱり自分と別れましたから、自分の人生を捧げていたのにもかかわらずっていうね、ところから、でもなんかこう理性的に何とかやろうとしてるから、もう最後にポロって本音が出るのは、でも最後は必ず悲惨な結果になりますように、と悲惨になりますようにというふうに、まあ最後ぐらい毒を吐くっていうようなのを考えたの。それだけその人に対して本気で思っていたんだよっていうのは伝えたいなと思ったわけ。でも結果的に別れるってことは、自分に対して何かしらの落ち度はあったんですよ。相手にもあっただろうし、自分にも落ち度があったんだけど、自分の歌の場合、なんか今回のこのアネモネに関しては、別れた直後っていうのを時間軸として作りたかったので、もうちょっと時間が経てばそこまで考えなくて済むんですよね。今はなんとか自分を取り繕ってるんだけど、でももう自分の思いが溢れ返っちゃって、もうそういう風な思いがどんどん出てきちゃうっていうのがあるなと思って昔あったなと思って、そういうのからちょっとこの歌詞っていうのを最初に思いついたのはありましたね。それと今回はその映画からいいなと思ったシーンとかを引用して作った部分とかはあったりしてて、例えば最初の机の上でコマは回り続けるっていう歌詞は、あれインセプションっていう映画の設定をお借りしているんですよ。であとは見てて、あいいな、なんか2番のA メロの最後の方に出てくる詩と真実は似ていると、大概の人が嫌ってるっていう、これはねマネーショートっていう映画で実際に、使われていたセリフをお借りしたっていう形ですね。あ、うん、確かに。でちょうどそれがこの歌詞の中に合うなと思ったんですよね。要は真実っていうものを嫌うんですよ、人類、人間って。この場合だとその自分とその相手が別れたっていう真実っていうのを嫌ってるんですよね、主人公は。っていうのを言えるなと思って、それでもね、ここで生きていこうとするんだから、なんか笑えてくるよね、なんでそこまでして生きなきゃいけないのさと、あいつと別れてんのにみたいなのを歌うのにちょうどいいなと思って、今回は臆することなく、はい、映画をそのまま用いてしまおうというふうに思って作ったのもありましたね。皆様に一回でも多く、聞いていただければなというふうに思います。まあ、頑張ってね、12月ね、新譜投稿できればいいなとは思っているんですが、もうこのアネモネで今年の新譜おしまいですというふうにしても、もう悪くないよねって思えるぐらいの作品は、作ったなというふうに思っております。まず、まあこういうね作品中のはね、もう作っておしまいじゃないんでね、作ったらまた次の作品を作っていくっていうね、終わらない作業なので、はい、また来月、投稿できるように新譜の作成の方をぼちぼち始めていこうかなというふうに思う次第でございます。それまでの間はですね、私の最新のオリジナル楽曲となりますこのアネモネ、はい、聴いていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。今回歌いましたのは私のオリジナルの楽曲アネモネでございました。今週の映画、今週の映画やってまいりましょう。今回は新作の映画一本紹介します。今回お話ししますのはブラックパンサーワカンダフォーエバーでございます。こちらは、マーベルスタジオが手掛けております映画シリーズマーベルシネマティックユニバースの最新作となっております。いやー、もう劇場公開して実際に本編鑑賞するまでね、もうどうなるんだろうなーっていうのが非常にねドキドキしていた作品だったんですが、フェーズ4の中では一番そのテーマ性がやっぱり一番描かれてたのはこのワカンダフォーエバーかなっていうのは思いましたね。でこのフェーズ4っていう作品群では一貫してそのエンドゲームっていう大きな出来事の後の世界をずっと描いてきたんですよ。そこでずっと出てくる登場人物たちがその考えたのが、失ったものとか過去から自分をどのように前を向かせて未来に向かって歩み出すのかっていう
お話をずっと描いているんですね。シャンチーもそうでした、ブラックウィドウもそうでした、そう、ラブ&サンダーもそうだったし、ドラマ作品なんか全部そうでしたよね。ワンダービジョン、ロキ、ムーンナイト、あとはね、あれですよ、あのドクターストレンジもそうでしたよ。ドクターストレンジなんてね、そのエンドゲームでのその出来事っていうものに対して疑問を投げかけられるぐらい、その自分が行った過去の出来事っていうものに対してこう考えてしまう、それでもどういうふうにすればいいのか、これからどう向かっていけばいいのかっていうのをずっとね話していくんですよ。で、今作のこのワカンダフォーエバーも、もう例に漏れずこれでした。その失ったものや過去や自分自身と向き合って、どういうふうに今後歩んでいくのかっていうものを描くわけですよ。ただ他の作品と違うところは、アベンジャーズエンドゲームまでブラックパンサーティチャラ役を務めていたチャドウィック・ボーズマンさんが実際に亡くなってしまっているんですね。この突然の訃報でですね、まあこの MCU ファンはこのブラックパンサーの2続編がどうなるんだろうというふうにね、非常にそわそわしていたと思うんです。代役を立てるのかとか、いろいろ話が出てきていたんですが、最終的には代役は立てませんと、ティチャラの妹のシュリが主役となる作品をこう続編では作っていきますよというふうにアナウンスがされまして、じゃ あどういうふうになっていくのかっていうのを待ちましょうという形だったんです。最初見た時は噛み砕けなくて話を1日経ってちょっと時間作って、この映画を思い出して、ようやっとこういうことだったのかな、いや違うのかなみたいなのをこう話せるようになってきてるぐらい、本当のリアルの出来事と重なってる話だから、いい、こう言っちゃあれかもしれないけどきつかったです。ただいい悪いで言ったら良かった。フェーズ4のこの作品のテーマって考えると、もうナンバーワンだったんじゃないですかね、と思いましたよ。じゃあね、話していきましょう。今回はですね、あらすじはブラックパンサーワカンダフォーエバーのパンフレットのイントロダクションをそのまま引用してお話ししていこうかなと思います。国王であり守護者ブラックパンサーでもあったチチャラの突然の訃報に、ワカンダ全土は深い悲しみに包まれます。息子の後を継ぎ王座に就いた女王ラモンダの下で立ち直ろうとするワカンダの前に、新たな強敵が出現します。それはワカンダと同じく超金属ビブラニウムを保有する海の王国タロカンと、その国王ネイモアでした。ビブラニウム探知機を開発した天才少女リリー・ウィリアムズをめぐって二国間の緊張が高まります。兄ティチャラを失ってからラボに引きこもっていたシュリだったが、悲しみを振り払いネイモアと対決をすることになりました。ワカンダに戦火が迫る中、ティチャラの意思を受け継ぎ新たなブラックパンサーとなるのは果たして誰なのでしょうか、というのがワカンダフォーエバーのあらすじでございます。で、まあ、まず今回ネタバレなしでいいなと思ったところは、まずはこの敵キャラクターネイモアの登場ですね。このネイモアっていうのはマーベルコミックでもサイコさんのキャラクターで、以前ね、公開されましたマルチバースオブマッドネスに出てくるイルミナティっていう組織の、元々の創設メンバーの一人がこのネイモアだったんです。ただ映画の中ではまだネイモアっていうのは登場していないので、まあ、別のキャラクターが創設メンバーというか、あのメンバーとして出てきているんですが、まあ、それぐらい、ね、マーベルコミックスの中でも重要なキャラクターが今作でいよいよ登場するんですね。今回はあくまでなんかヴィランのような立ち位置で描かれてはいるんですけど、ここからはちょっとネタバレが必要になってしまうので言及は後でしますね。まあね、この二国間っていうのが非常に似たような運命をね背負っている国なんですよね。前作ブラックパンサーでは、ヴィランのキルモンガーっていうのが出てくるんですよ。でこのキルモンガーがやろうとしていたことっていうのは、歴史的から見て人種的や社会的に虐げられてきた人たちに、このワカンダの技術力を提供して反旗を翻させたいっていうのがキルモンガーの目的だったんですね。それは何なのかっていうと、ワカンダっていう国はこのビブラニウムっていう金属を使って他の国でも成し得ていない超文明を築き上げている国家なんですよ。だからこのワカンダがこの技術を世界にちゃんと向けて動いていれば、黒人が虐げられた歴史っていうのはなかったであろうっていうふうに思ったんですね。でもワカンダの人たちはこのビブラニウムっていう金属が世界に回ってしまうのは確実に災いの種になるっていうふうに考えて、それを秘密裏に守ろうっていう決断を下すわけですよね。でその結果
キルモンガーがそのような思いになるきっかけの出来事が前作では行われてしまうわけですよ。で、今作もそれがずっと踏襲されるわけ。前作のこのブラックパンサーのラストで、このティチャラがこれからは私たちの国の技術力っていうものを世界に提供しますというふうに言うんですね。でもその後アベンジャーズのインフィニティウォーエンドゲームっていう大きな出来事があって、多分映画の中ではまあセリフとしてこういうふうに出てきてるから多分そうなんでしょうけど、ワカンダの技術提供っていうのがまだできてないっていう状況らしいんですね。でしかもそれに追い打ちをかけるようにやってきたのが国王ティチャラの死去なんですよ。ティチャラが本当に亡くなってしまうんですね。ちょっと話戻るけどさ、このねティチャラのね亡くなるシーンっていうのが序盤で来るんだよ。きつかった、ぐさぐさきたね本当に。だからワカンダの超文明を持っても国王を救うことができない、しかも病気で亡くしますから、ここがきつかったよね。このティチャラが亡くなる、国王が不在になった王国っていうものを知って、他の諸外国が何をやり出すかっていうと、ビブラニウムを手に入れようとするんですよ。ワカンダの天然資源であるビブラニウムを他国が奪おうとし始めるんですね。でこれに対してワカンダの女王ラモンダ女王ははっきりと宣言するんですね。これ以上自分たちの国に危害を及ぶようだったら徹底的に抗戦しますよっていうふうに言い始めるわけ。でこのビブラニウムを探すために探知機っていうのが作られて、でこれでやべえぞって言い始めたのが、今回出てくるネイモアが住んでいる王国タロカンなんですよね。でこのタロカンっていうのも、これはねネタバレはありの方で話していいから、もう話しちゃった方がいいかな。他ネタバレなしで話した方がいいの。前作のブラックパンサーでは主要キャストがほとんど黒人の方でした。当然ですよね、アフリカの話ですから。で今作のこのネイモアは、メキシコの俳優さんを起用しています。でこのタロカン王国っていうのはカリブ海、いわゆる中南米にその拠点がある王国なんです。だからタロカン人のキャストさんっていうのはほとんどが中南米の方で構成されてるんですよ。だから今作も、白人の出演者っていうのがほぼほぼいないっていう作品なんです。でこれが、DC コミックの映画とやっぱ全然違うよねっていうところなのさ。で DC コミックスのキャラクターは、まあ、出てくるのが大概白人なので仕方がないっちゃ仕方がないんだけど、映画の中でもやっぱりそこなんだよね。 MCU のいいところっていうのはそのちゃんとキャラクターのバックボーンとかディテールっていうのがすごい細かく作られてて、そのそういう設定なんだから当然ここら辺の住んでる人たちの、この中南米だったら中南米の出身の俳優さんを使うのが当たり前ですよねっていう、ちゃんとその理由付けが細かく強固に作られてるわけ。これがやっぱりいいよねと思うところなんですよね。今作もそれが見事に光っております。もうぜひ楽しんでいただきたい、そういうふうに思います。ないもうネタバレありで話していきましょう。ここから先はネタバレあり、映画の本編にちょっと踏み込んで話していきたいと思いますので、この時点でもう見に行くよと思った方はですね、このままブラウザバックするか概要欄からエンドトークの方まで足を運んでいただければなと思います。ネタバレ含むこの部分はですね、本編鑑賞後にもう一度来ていただければ嬉しいなと思います。よし、それじゃあネタバレで話していきましょう。で今回登場するこの敵キャラネイモアっていうのは水中に住む人たち、タロカン人の国王なんです。でこのタロカン人っていうのはもともと地上に住んでいた人間なんですよ。その住んでいた場所に西洋人、スペイン人がやってきてふるさとから追い出されるっていう歴史を持ってるんですね。つまり歴史的な背景で言うと、このワカンダ、アフリカの国々とこのタロカンの人たちっていうのは同じ境遇なんですよね。そう、西洋列強に虐げられた人たちなんです。で追いやられた先で見つけたのが、多分このビブラニウムのこの力っていうものを宿した草を見つけるんですね。でこの草をタロカン人が飲むと肌の色が変わり、エラが生まれて肺呼吸ができなくなってしまうっていう状態になるんです。で仕方なくタロカンの人たちは水中で生活をすることになります。
これがタロカン人の始まりです。でこのネイモアはこのタロカン人の女性から生まれた初めての子供だったんですね。タロカン人の性質とはかなり違うものを持っていたんですね。まずこのネイモアはエラがありません。しかも地上で呼吸ができます。そして足首に羽が生えてて空を飛べるっていう他のタロカン人ではない性質を持っているキャラクターだったんです。もともとのマーベルコミックの方ではこのネイモアっていうのはミュータントっていう扱いになっています。なので今作ではっきりと言及はされていませんが、X メンの匂いを感じさせるキャラクターっていうのが MCU に出てきたんですね。これがいいなってすごく思いました。今後に期待できるなと思いました。でこのタロカン人とこのワカンダアフリカっていうのは先ほども言った通り同じような運命をたどっていた国なんですよ。西洋列強に追いやられた歴史がある、社会的に人種的に虐げられていた人たちっていう存在なのさ。2つと2国間ともこのビブラニウムっていうものが世界に出回ってしまうのは危険だっていうのが分かっているので、互いにその存在を隠そうとするわけですね。でしかもタロカンというのは海の底に王国がありますから、タロカン人がいるっていう存在すら知られていないっていう状態なんです。それに対してワカンダは存在は知られてますから、ワカンダという国があるんだよ、でも全然貧しい国なんだぜっていうお触れだったのさ。このワカンダが技術提供する、でビブラニウムを他の国が奪おうとする、だからビブラニウム探知機が出てくる。でそこでビブラニウムの存在が海底にあるっていうのがバレてしまうようになって、危機感を覚えるのがタロカン人、そしてネイモアなんです。だから自分たちの存在が脅かされる、また西洋列強にやられてしまうんじゃないかっていう不安から、ワカンダと交渉してどうにかしませんかというふうに言うわけよ。でうちはもうやられたらやり返すから、徹底的にやるからっていうふうに言い始めるわけね。でこれがワカンダの方にも飛びし始めて、ついにはタロカンとワカンダの二国間の戦争っていう状態になっていくわけよ。今回ねこのブラックパンサーは、まあ、妹のシュリがねこの能力を継承することになりましたが、今回はね人工ハーブを作りましたね。それはそうですよ、前作でね、あのハーブはキルモンガーによって全て燃やされてしまいまして、残りの一つをあのティチャラに飲ませているのでね、人工ハーブによって作ることができました。そこでねあの出てきたのがさ、あのキルモンガーと対峙するっていうあのシーンですよ。あれはやっぱりああそうだよねと思ったよ。最初びっくりしたけどその瞬間、次の瞬間にはうんそうだよねと思ったよ。だってシュリがさそのハーブを飲んだ理由っていうのがさ、王国を継承するためとか国王になるためではないですから、能力を得て母親の復讐をしようっていうだけですからね。そこら辺の考え方はキルモンガーに一番近いんですよ。だからキルモンガーがお前は俺と一緒だみたいな反面教師みたいに結局なって、シュリは結局ネイモはそのタロカンとの全面戦争は避けて、あの二国間での協定協力関係を結ぶっていうラストを描いたでしょ。このシュリってずっとこのワカンダの伝統とか風習っていうのを小バカにしてきたキャラクターですよね。これが今作もあるのよ。だからまだ世界を知らない子なんだよね。それはそうだよ、だってワカンダの方が文明優れてるから、他の国に行ったところで遅れてんだもん。だから他の国に行く必要がないのさ。だからまだ世界を知らない子なのよ。いわゆるお子ちゃまなんですよシュリって。そんな中で自分の国のレベルと同等の国っていうのが出てくるでしょ。だからようやっとシュリにとって海外、自分の国の外を知るっていう経験を今作で初めてするのさ。でここで分かったのが、そのワカンダっていう国の歴史だったり、今まで国王がずっと継いできた伝統風習っていうものを改めて知るのよ。でそこでシュリが、まあ、新たにリーダーとなってみんなを率いていくために、兄の意思を受け継ぎ正しい道を歩もうというふうに考えを変えていくっていうのをまあ描いていく作品でもあるわけさ。だからまたそのブラックパンサーの 前作ね、ブラックパンサーではもともとティチャラっていうもうヒーローとして確立した存在がいたので、描かれていたのがそのヒーロー誕生誕オリジンっていうよりかは歴史修正をずっとやってたでしょ。だから正しい道をやる、進むべきだっていう風にやるわけさ。でシュリはその兄の気持ちを2時間40分かけてようやっと理解して、正しい道を歩もうっていう風に動くわけさ。これがいいよね。あのラストのさ、チチャラの回想シーンでもさ、もうああと思ったよ。見たのがレイトショーだったからさ、やばかったけど眠いなと思いながらさ見てた部分もあるのよ。だからこれもうちょっと早い時間帯に見てたら多分泣いてたんじゃないかなって思いますよ。
眠気がちょっと来てたから泣けなかったのもあるけど、今思い返しても相当いい作品だったのはね、間違いないので、これね、多くの人にね、見に行っていただければなというふうに本当に思います。お話としては多分フェーズ4はこのワカンダフォーエバーぐらいで大体終わりだと思います。その次からはまた次の段階に進んでいくと思いますので、いよいよ、アベンジャーズの新作に向けた動きっていうのが今後は MCU 展開されていくと思います。非常に楽しみになってまいりましたね。まずはですね、もう全世界が待ち望んだこの待望の続編、これをね、楽しんでいただきたいかなというふうに思います。はい、今回長々と久しぶりにお話ししましたのはブラックパンサーワカンダフォーエバーでございました。矢野康則とラジオとなんですけど、エンディングです。最近自分のラジオの過去の放送をね、聞くのよ。で、昔のラジオは結構作るの簡単で無編集だったんです。だから自分の口癖とか、あのリップノイズとかがそのまま入った状態でずっとやってたのね。だからね、今のラジオと比べるとなんですけど、まあね、話のテンポが悪いのさ。で、今のこのラジオ、だいたい今のサムネに切り替わってからだと思うので、今年入ってからだと思うんだけど、やり方がだいぶ変わってきたんですよね。だから去年の多分後半ぐらいから、その合間を編集の時点でカットするっていうのをやってきたのさ。で、 BGM をかけながらカット編話してたから、カット編集すると音楽がプツプツ切れるっていう状態になってきて、なんか不自然で嫌だなと思ったから、じゃあ BGM は編集ソフトの方でかけることにして、その喋りの合間とか口癖とか嫌な部分っていうのは、あの後で編集をかけましょうということにしたので、その結果口癖とかも、本当はラジオ本編だと、あの皆様が聞いている40倍ぐらい口癖ずっと言ってるのさ。それをね、ちゃんと後で編集するの。だから尺が短くなってきたのさ。あとは3コーナーやらなくなったっていうのもあるんだけどね。だから、あ、なんか聞いてて、まあそんな編集の妙っていうのもあるんだけど、あ、なんか話をなんとかしてまとめようとか頑張ろうとしてる姿っていうのを、なんか過去の自分を聞き返して頑張ってんだなというふうに思うようになりました。はい、皆さん、このラジオさ、どうですか？聞きやすくなってますか？もうそれだけがね、心配です。まもなくね、100回迎えますし、そりゃそうっすよね。ラジオもさ、似たようなことさ、100回も続けてればさ、こうやった方がもうちょっといいよねとか、もうちょっとこうテンポよく話していければ、だからできればその編集をかけずにそのまま垂れ流しでやれるようになりたいわけだからね。そういう風に元々のね、この素材のさ、音声ファイルの時点でもう完成度が高い状態に持っていきたいなというふうにね、やっぱり思うようになりました。はい、これからも、ラジオはラジオで、はい、精進していきたいなと思っておりますので、これからも末永く聞いていただければなというふうに思います。そんな、ずっと喋りすぎてて久しぶりに喉が痛くなった系シンガーソングライターの矢野康則がお送りいたしました。今日ネーミング弱いですね。いいや、終わりにしましょう。はい、このあたりで失礼いたします。また次回の矢野康則とラジオとなんですけどでお会いしましょう。さよなら。